猫、ちゅ。草。うにゃあ。わい、飲み屋さんでこれやったわ。マンさん、反撃してきた。恋の書マリのファーストキスのはずが。漫画みたいですね。終わりの始まりか。大乱闘スマッシュニャンニャンズ。トムとジェリーで見た。ニャミオとニャミエットと思いきや。猫は推測する動物ってのがよくわかる。ジャンプ力が低すぎる。わろた。重力100。ちょっと体の調子が悪かっただけにゃ。少し恥ずかしそうな後ろ姿が可愛い。結構計測してたのに全然届いてなくてわろた。すごくご利益ありそう。神様も笑って許しそうなフィットっぷり。というか、あなたが神か。猫様。猫とは返せよ。なぜこんなところに？見つけた方もよく見つけたな。落ち着くにゃー。すやすや。かわいいね姿。失恋ねっこ、見つかる。夜勤明けやろ。小屋重傷やな。かわいい。あだるい。はぁ、つらいにゃ。人生、いや猫性に疲れてる。10年に一度の大寒波、ストーブの前で食事する猫たち。後ろから全員を抱きしめたい。ストーブのそばで勢ぞろいしてかわいい。楽しいお食事タイム。眺めているだけで幸せ。食べ終わった後はさらに密集して猫塊になりそう。猫はストーブで焦げてたり、触ると手が熱いくらいでも平気でいたりする。でも、こたつで温まりすぎると、出てきて伸びるんだよな。猫はこたつで丸く。こたつじゃないだと？あーほのぼのするんじゃ。珍しい毛色が集まってるね。ストーブに近すぎて焦げそう。ストーブの前じゃないと食わなくなるな。食べ終わる頃には頭頂部アチアチになってそうだ。みんな綺麗なモフモフだねー。ブレストファイナー。くさー。かわよ。キャットミューティレーション。コスモミラクル光線やん。カピラリア式光線やん。シン、ウルトラマン見たんやろな。お腹ビーム。これもう神様やろ。猫さんの着地能力、やばすぎる。すごい。寝てたのに。かわよ。うちの子はこんなんできない。うちの子は、うん？猫にとっては実力の10分の1くらいだろこんなの。すぐ起きれるからな猫、ね、っこは。めちゃ高いところでも反転して着地するからな。こんなんワイでもできるわ。グーカは。オリコウス銀か？この子。トラじゃん。トラだった。黒いブツブツが出てるしバナナかもしれない。トイガーっていう猫だな、トラに似てるからよく間違われる。チーターやぞ、柄でわかるやろ。まあガキの頃からしつければ。めっちゃ可愛いんだが。気まぐれ猫パンチで顔がえぐれるんだろ。あの辺の王族は昔からチーター好きだよな。でっかい声でにゃーっていうのかな。ケージに入れられた猫が隙間からニュルンと這い出る映像。周りの猫の反応を見る限り、猫からしても普通のことではなさそう。ウケる。猫は液体。マジか。と他の猫の顔。すげえ。お前マジかよって集まる猫。骨とか内臓とかどうなってんの？そもそも顔が通らないでしょ。猫の頭蓋骨は縦方向に細い。子猫だし。性病だったら通らないだろう。中国雑技団出身だろこの猫。からくりがわからない。真正面から見ると1センチぐらいしか開いてないように見えるが奥行きの側が少し開いている。前面のパネルはガラスやアクリル製ではなく、加藤製の樹脂製。マジレスすると3センチくらいはあるな。このボード、柔らかいんじゃね？飛ばんのかい。クソかわいい。笑うわ。ヒゲで通れるか判断してるって嘘かよ。猫は液体だからな。また猫液体説が強化されてしまうのか。猫しか飼ったことないから犬持った時そのままの体勢でびっくりしたわ。猫すげえ。猫は液体だと言っただろ。この坊さん、完全に煩悩を消し去っている。波の坊主には耐えられんやろ。めちゃめちゃ雑念ありそうだけどめちゃめちゃ浄化されてそう。主要やろ。徳の高いお坊さんには猫も消えする。ニルバーニャ。ほっとけの境地。また旅の匂いしてそう。ワイなら速攻なでなでしちゃうのにやっぱすげえわ。雑念ないからこそ猫が寄ってくるんちゃうの。と見せかけて裏で甘やかしてるから普通に好かれてるだけや。結局いい坊主で草。袖の下から猫パンチすこ。東南アジアの猫ってみんなこんな感じだよな。日本の猫より小柄で耳が大きい。影じゃなかった。よく見たら本当に影じゃなかった。お分かりいただけただろうか。影のものか。狙ってんのかにゃ。猫背だからよく伸びるね。
夕日に当たって影が伸びてる。って思ったら影じゃなかった。忍者根っこ、にゃん方隠れ身の術。黒い子が足元で伸びてるのか。猫ちゃん版、影マンダー。右の猫が気づいてないからよし。擬態レベルマックスじゃないですか。五条悟みたいな猫が見つかる。X ジャパン。かわいそう。これは最強だわ。わろた。想像以上の猛量。普段どんな猫なんだ？ずら？これは封印もされるわ。くっそ腹立つね、子供が取られる。腹立つけどニヤニヤしてしまう自分がいる。熱くないのかな？出ないんかい。この口好き。壁紙にしたい。こたつ布団解放してるからだろうな。途中お前動くなよ的な視線かわいい。ぶちゃ猫たん。全員おっさん顔だな。猫、全然曲げれてない。猫、鍛える気あんのか。最強のトレーナーや。猫は力に秀でている、猫のような教師があるだろうか。トレーナー。これやってみるとわかるけど、体に引き寄せるのガチできついんだよね。これはいいご褒美。これだったら絶対筋トレ続けられるわ。液体であり、トレーナーでもあるそれが、猫。トレーナー猫いいな。猫パンチしていただけるなら何回でも頑張れるわ。リアルにゃんこ先生。猫とは返せよ。猫がいれば俺も筋トレ続いてたのかな。毛はは。ひんやりして気持ちいいのか。今日見た見毛もやたらとコンクリにスリスリしてたわ。野良猫って外での暮らしが過酷すぎて致死率半端ないらしいな。保健所が駆除してるばかりじゃないらしい。猫ちゃんかわいいねー。枕結構使うけど首疲れるんやろか。面白い。洗濯カゴに入ってたのがバレた猫見て。ショコタンに似てる。わかる。猫のリアクションええな。顎外れそう。ああかわいいな。つぼった。オーマイガーって顔でしょうか。うろう。見つかっちゃった。見逃して。見たわねー。朝から爆笑しました。猫さん、時短並みにサッカーがうまいことが判明。うま。マジでうまいやつの胸トラ。これもう時短やろ。色も夕べから怪しな。着地失敗してて草。時短ならボレー決めとるわ。胸でトラップしてる。胸トラが鮮やかすぎる。着地がすごくダサくて好き。もうちょっとプレイにアイデア欲しいかな。ここは胸トラじゃなくてそのままボール落として並走して走った方が良かったんとちゃうんかな。うちの猫ほんとおもろい。この刺激たまらないにゃ。やっぱ好きなんすねー。やっぱり根っこがナンバーワン。気持ちよさそう。固定観念にとらわれない賢い猫様。首つぼ健康器。いいマッサージ草を買ってもらったのね。この猫、草。いい感じにつぼにはまるのかな。かわいいな。トイレに行ったと思ったらこの姿勢のまま止まってそのままうんちしたうちの猫見てくれ。間に合わんかったんやろな。ゆっくり砂を漁ってからうんちしてたよ。顔が中に入ってるから尻も中に入ってると勘違いしたのかにゃ。第三次。確かにトイレに違いないな。頭隠して尻隠さず。お前に見て欲しかったんや。トイレの意味なくてくさ。うちの猫もあと一歩惜しいとこで用を足すんだよな。惜しくたくましいプリケツ、まるで見せつけるよ。ゲーミング猫、見つかる。俺は好き。ちょっとふふってなった悔しい。良きネーミングセンス、これが一瞬で出る脳が欲しい。ゲーミングって無駄に光るよな。この猫ちゃんたち賢そう。匠監修、壁ぶち抜きリフォームハウスがついに完成。よし。なんということでしょう。にゃんということでしょう。もはやゴミにしか見えないけど、捨てたらめっちゃ怒られそう。オープンではありませんか。そして、この顔である。もうハウスってレベルじゃねえぞ。あ、お客様困ります、お客様。あ、ネッコ、どやー。誇らしげな顔してるな。働き者にゃんねえ。ネッコ、こういうのでいいんだよ。まさにスケルトンハウス。猫は溶ける。猫が液体金属系、線という都市伝説は本当でした。ぬるぬる動く猫は可愛い。ぬるーん。にゃんこ、イリュージョン。 N 線、液体にゃんこ。ネッコ、来たぜ、ぬるりと。ぬこ、脱出できぬおりはにゃい。何人たりともぬっこを止めることはできないのにゃ。猫は液体でも自身が濡れるのは嫌いなんだっけ。事件が起こりました。にゃーん。ちょっと誇らしげやな。首はしてるやん。飼い猫だったんだ。ネットよじ登ったんか。美人さんやねー。うちでもこういうのあるけど泣いて助け呼ばないんだよな。登れたのに降りれないのか。どうやって登ったん。犬に追っかけられたりとかテンパった時にガーッと勢いでって感じちゃう。
重力使いの猫、発見される。なんか近づいたら吹っ飛ばされそうです。可愛いし、圧もすごい。世界最強だな、確信。表情もそれっぽく見える。グラビデか。昼夜がこんなところに。ワンピースにいたよね、そんなキャラ。奇跡だね。これは大好きな犬に目いっぱい喧嘩を売る猫。イケメンと美女のカップルみたい。あら可愛い。いや美しい猫さん。なんだこの犬イケメンだな。髪の鉄槌を容赦なくかまさないとはこの髪は少々優しすぎますね。犬がイケメンで頭良さそう。いよいよという感じ。かっぱいい。今なら許すから中の人出てきなさいよ。こんなん可愛すぎるやろ。来週には喋り出すやつだ。これは背中にチャックがついていて猫の中の人が脱ぎ捨てていったのだ。長靴履きそう。中におっさんが入ってるだろ。逆にもう中の人が出ていった感ある。根っこをダメにするソファーどこで売ってますか？サクラン。綺麗な仰向けしてるだろ。嘘みたいだろ。猫なんだぜ。それ。野生 0%。このシルエットは猫の恩返し。このまま二足歩行へ進化するんですね。わかります。肩幅ごっつい猫現る。それ人間の肩幅じゃん。強そうだからよし。これどういうことなん？肩を怒らせてるの？猫の可愛さどこ行った？リアルスモー猫だな。そしてこの貫禄ある表情よ。猫、パワー。ふふってなった。チュール、プロテイン味食べてそう。力士やんけ。おっさんやん。ガチムチマッチョい。だんだん人間に見えてきた。我が輩は猫であるムキー。マッチョ猫。背中に鬼がいますね。尻が肩に見えてるだけ定期。肩に猫乗せてて草。トグロ兄弟猫。頼りがいのある背中。背中で語っとるやん。